試合で世代交代をしたいと話をしていたのは井上。私が井上の壁になる、そう答えたのはドネアでした。そしてこの注目の第1ラウンド、さあ今ゴングが鳴り響きました。 WBSF バンタム級の決勝戦です。井上はどちらかで、おっと左のジャブ、前のキーポイントをジャブと上げていましたが、ここは左ストレートボディへ、今度は左、そんな趣旨のコメントを試合で話していました。今度は右だ、しかしそれを左です。井上の方が凌駕していると思う。バンタムまで戻してすると、はい、ジャブではなくてというぐらいのすごいパンチラッシュもね、あのジャブがもっともっと当たれば早いです、ね、左から右です。あとこのドリアの左側のコンディションも山田さん良さそうですかね。そうですね、また井上の選手もドリアの左ボディだ、見極めようとしていますね。そうですね、右の一番望んでいた決勝の相手と戦えることになった、そう話をしていましたが、ここは左を捉えたのは一瞬早く井上尚弥の方でしたが、うん、そうです、さっきのフックを打ち合ったタイミングが分かってきてるでしょうからね、はい、まあ、自分の方が早かったというね、お互いことなんですけどね、はい、左から右を捉えた、左引け、ドネアの左が返ってきた、井上の左引くか、右から左だ、当たる距離出してきましたね、一瞬これが強めてきましたね、はい、ポジションが上がった。森さん、はい、そのドネアサイドですけれども、セコンドはですね、序盤から攻めてくるのはもう分かってるんだろう、はい、ですから大きいのを待つのではなくて、そういう鈴木アナウンサーのリポートですが、またあの左肩下げて、左だ、長いジャブだ、左だ、しかしドネアも左フックを返していった、いやドネアの左だ、パンチでちょっとカットしましたね、これ有効なんですよ、バッティングでもないと思います、ただ右の目から出血が見られます、おそらく有効だ、左から右のフック、リングサイドには香川照之さんがいらっしゃいますが、香川さん、はい、井上が初めてカットをしました。まあ予想がどれぐらいの深さが気になりますね、あのそれ次第で戦い方変えなきゃ、もこの試合の見どころになってくると思います、はい、井上の有効打にあるバッターの中にアナウンスが出てまいりました。ですから止まった側がドネアの手繰りからノックアウトする、そういうことになります、まあ、右の飛行機振り回さなかったんで、少しこう焦りましたね、さっきのラウンド、はい、アマチュア時代から通して顔に傷を負った、うん、ただこのラウンドはまだ少しいつも通りの井上選手に戻って冷静に戦ってます、はい、という立本アナウンサーのリポートです。ですから山田さん、確かに右のガードレシピは高いですね、はい、そうですね、それはもう陣営からしっかりと、またあのカットさせたパンチというのはもうすごく溜めて、はい、いつも一時は少しあの負けも込んで限界点も支えがれ始めたドネアなんですが、そうですね、ここまでプレスをかけてこういう展開に持っていけると思ってなかったですね。いやちょっとこれ井上尚弥がプレッシャーを受けています。森さん、左ボディ、はい、どうぞ。ドネアサイドですけれども、あのボディへのフェイントを含めて賢く動くようにという指示が出てますね、はい、相手はカットしているけれども油断しないようにという指示です。十分に生かした戦い方を僕はしている、ここまでの集大成をこの試合で出しているように見えます。はい、まあ、ドネアの序盤から戦ってはいるんでしょうか。そうですね、冷静なんで少しは まだいつも通りほどまではいかないように見えますよね、はい、あ、これも今左戻りました。どうしようかっていうのを考えているんですかね。鼻からもどうやら少ないようですが出血があるようです。珍しいですね、今までクリーンヒットをほぼもらったことがないと井上、まあ、鼻血、ドネア必殺の左、あの左ジャブを差し返します井上です。おっとドネアがまず狙ってみたい、勝負で入りました井上。このラウンド井上選手狙いてるのかな、ちょっと手数が少ないなと思います。そうですか、ここは左の井上サイドですけれども、井上慎吾トレーナー、左コツコツ当てて倒して組み立てていこうというそんなシーンですね。という井上を指導するお父さんの慎吾トレーナー、これだけの大観衆なんでね、プレッシャーを感じないほうできました。井上史上最大のピンチ、やはり最大の強敵のみとどめ憧れて、井上は10代の頃からこのドネアのボクシングを吸収してきました。今下に打ちましたけど、はいはい、右のストレート伸びてくる、これは選手も非常にこう余裕が出るので、見てて僕は安心しますけどね。そうですか、右のアッパーから左フックだ、井上も当たるのかっていうのは、本当に分かってます。右フックだ、ドネアです。左のジャブが伸びてくるのはドネア、そして右のストレート、リングに上がるそうです。特に、左フック並びに右ストレート当てようとしている、もう本当にいい、前の4ラウンド素晴らしいラウンドです。お互いジャブを差し合って、はい、もう本当に最強を決める戦いです。右のストレート井上尚弥、左、しかし左のボトしたら、まあ、この試合はオープンスコアはないんですが、長谷川さんはどう見てますか。山中さんはどうご覧になってますか。いやほぼ互角じゃないですかね、はい、右のストレートしました、先ほどのラウンドから井上君も、いき
左アッパーを出したり、はい、どれに対してどういうパンチが当たるかっていうのは徐々に把握している感じはしますけどね、はい、ちょっとこれ左ジャブが当たり始めます。ラウンドこれまでも使ってきたこの左のジャブですが、井上の左の方が伸び始めてきたようなそんな印象があります。右の大振りドネア、まあ、この激しい中にも、すごい右のストレート駆け引きがありますから、そうですね、打ち合いだけがボクシングじゃなくてやっぱこういう技術だと思います。井上はまだ自分の強さの底が分からないという話をしていました。それは3人バランスを崩したところに見事なカウンターを入れましたね、はい、悪い状況でも井上選手のやっぱり底力っていうのをあの一発で見た気がします。村田しかしこのラウンド時間がない、奪えるかノックアウト、ダウンを取れるか、第5ラウンドが終了しました。距離感が今変わっているので注意するようにという指示を出しています。井上のパンチが当たる距離とドネアのパンチが当たる距離、それが出した注意をしようと、はい、そんな指示ですね。ここはその左リストショットでもあります。そうですね、右ストレートと井上選手相手にそれができるかどうかは分からないですけど、そしてその後の少しかうまく作ってるんで井上選手だけ当てれるんですよね、はい、ありますね。右前に出てくるところ、今度は逆に右のストレートです。もう一回右、今度は左、しかし過ぎてますよね。井上直弥ですか、いや、ドネア、ドネア、はい、柔らかく使って、少しずつ日本のモンスターが削り始めてきてるんでしょうか。残り10秒の投手になったところで、さっきのインターバルで、回復できたので、はい、まあ、すごいトレーニング、ランニングしたり足腰のトレーニングをしてきてるんだなとは思いますね、まあ、そのあたりますけど、はい、右の目をカッと、右のストレート、相当だいぶ楽になると思います。ああ、そういうものですか。やっぱ集中っていうのはいいんですけど、ドネアにこうリズムを出させないようにしない、もしかしたらこのラウンドの後半に攻撃パターンを増やすかもしれないんですけど、井上は時にこの左のジャブを鋭く刺してきますか。井上選手はそれ得意パターンの一つでもあるんですけど、左から右のストレート、ワンツーです。井上尚弥左を刺して、そこに右のボディはドネア、そこに右のカウンターフック、左の差し合いになった。いいですよね、このジャブ、すごいこう、いや、楽しんでると思いますね。左、ストレート、ロープ際に置いて、左フックだ、井上尚弥。さあ、これから第8ラウンドを迎えます。リングサイド、村田さん、はい、ここからの勝敗のポイントは、両者どこにあると気にはかかってるんですね。あとやっぱり、いつもの左フックのボディが出るんですよね。左ジャブ出るんですけど、はい、左フックのですね、はい、それで高い、9個目の高いできるのがいっぱいあったはずなのに、はい、ジャブの差し合いにもなってるの、はい、井上選手のこの下半身、あー、危ない危ない、ドリアの上だ、アッパーも上手いですからね、無駄に出せないんですよ。あ、そのあたりの強敗ってそういうところでしょうね。ここもフックは取れる、力が入らないのかもしれないし、調整そのものは万全だと、万全の仕上がりを見せてきた両者、まあ、最近はね、この長いラウンドやってないのは、はい、今度は右のボディ、右のフックも返してきました。ドリア、右のボディ、左のフック返してきた、決めています。ガボー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 、やばい、右のカウンター、いいのを当ててるんですけど、ジャブを出せるタイミングを作ろうという話をしていたところにもう一度もらったんですかね、はい、右のフック返していく、ドリアム左フック、今度は左フック、切れましたね、試合の序盤で右のストレート、ドリ同じ箇所からの出血かと思われますので、この流血が激しくなると第8ラウンド左のボディを伸ばした後ジャブは上に持っていきました。胸で受けた傷ですので、そうですね、これが致命傷になると井上は苦しくなります。そしてこのラウンドは長谷川さん止まっていたんで、はい、まあ、気にすることはなかったんですけど、再び出て、まあ、少し気にして、はい、動きに影響は、出血直後は右のガードをやはり高くして、その傷を守るようなディフェンススタイルを取ってきては、いてはレジェンドドネア、左フックを返していった、井上抱いていました、あ、左を差し込まれてきた、そして右のストレートを打ち込まれてきた、一瞬ひるんだ井上、しのがないとダメです。まだ残りは1分半ある、右のストレートを回してくる、来い来いという井上尚弥、落ちかけるシーンがお互いに1つずつ組み込んできて、右のストレート3つということになります。まあ、ポイントを長谷川さん、どちらがどう取ってるかというのは大きな、そうですね、まあ、ジャッジがどう見てるかっていうのもあると思いますね、はい、見方によって大きく変わってくるとは思うんですけど、山中さんはどう見ますか、ここが勝ちになりますから、はい、
左を返し込まれるシーンもあった井上尚弥。守り行くようなボクサーではないんで、ね、はい、今みたいに適応力、そう話をしていたのはノリト・ドネア。自分のキャリアの中で気づいていたが引き出し、それをいつどのタイミングで開けるか、その能力が自分の最大の武器だったから。左ボディを使った井上尚弥、まだ30秒あります。これが5階級制覇レジェンドのガンドを左をもらった。パンチが当たる距離になります。右から左、これは軽いパンチ、そして今度はボディ展開に持っていけたら今の選手としてはだいぶ戦いやすい。1ラウンドに入ります。もともとこの戦いはこう、やはり何かトラブルがあったんでしょうね。変化を求めたいんですかね。右のストレートで、それを下がりました。ダイスを返していった。井上右のストレートで、この左を出ました。井上が拳の力、ドネアもしかし左を差し返ってきて、今度は右のストレートで大変な行動です。右のストレートこれは空振った。ドネアももう埼玉スーパーオーディガー、左ボディ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 、ここで使った井上尚弥、左ボディ、カウントが進んでいく。井上チャンスだ。レジェンドの背中を越えるか。井上の強さを目の前にして自分にもこれまで何回かようなワクワク感を感じているというふうに話をしていたのはノリト・ドネア。互いに最大限のリスペクトを、そうですね、持っている者同士の戦いでもありました。 Still undefeated 名古屋判定の結果、ジャッジもいましたが、1人は1ポイント差。そうですね、まあ、非常に井上選手とすると厳しい試合でしたよね。